じゃあちょっと今週もあれ行きますか。空耳。さっきの鎌倉 FM の放送を聞いてもらった方は聞いたと思いますけど、ディマッシュっていうね、このカザフスタンの人。いや、すごいスペックですよ、本当にもすごいよね。う。ここまですごいと、なんかもう、比べようとか思わないよね。でもなんかすごいのに楽々歌うからさ、そうなんなんだよかね。自分もできるんじゃないかって そんな気がしてくる？ そうそう。絶対無理なんだけど ね、そうなんだよね。これね、タイトルがまずフランス語で読めないっていうのがあるんですけど、詳しかったりする？フランス語。全くわかんないですね。どっからがタイトルかもわかわんかんないない。よね。SOS。そう、SOS からがタイトル。クダイベルゲン。クダイベルゲンさん、いきますか。じゃあ今日はこの人のこの箇所、いきましょう。どうでしょう これ確かに聞こえるんじゃないですかね。これね、気持ちいい気持ちは絶対聞こえるんだけど、最後ね、これはがね、ちょっとね、実は微妙なんだよね。ああ、納得いかない。確実にことは言ってないんだよね。でも何かこじつけなくちゃいけないじゃん。まあでもこの歌い方のこのノリで押し切れるい感けじがる。する。癖が強いからね。すごいよね、この人、本当に。いきなりそこ行くんだ、みたいなさ。あ、やっぱり気持ちいいの後が何かなって思いますよね。そうなんですよ。そう、気持ちいいは聞こえますね。そうそう、聞こえますよね。今週結構いろいろ紹介するのがあるんですよ。そうなんですか。そうなんですよ。またツイッターとかメッセージとか、なんかいろんなんで、ちょっといくつか届けてもらったんで、そう、いただいたのでも、結構ね、気持ちいいの部分は、そういうふうに聞こえた。気持ちいいとか、もしくはキムチっていうのもあったんですけど、ああ、なるほどね。ちょっといくつか紹介してみようかな。どれから行こうかな。じゃあね、同じ箇所でちょっと探すんで、ちょっと待ってください。もうやっぱりキムチとかキムチにも聞こえますねっそうていだうね。意見こはれ、アーモンドチョ聞きコまレーす。トチャーハン、レイジさんは、キムチ、キムチ、キムチ、俺はって聞こえたっていうのがあ、書いて俺ある。は。そう、なんかこう、これはとか、それはとか、俺はとか、なんかそういう感じなんだよね。O で始まる。でも、子音がないっていうさ。ああ、なるほどね。子音がどうしてもなんかうまく当たるのがないんだよね。それがさっきの箇所で、あとは、今かけたのより、ワンフレーズかツーフレーズぐらい前からスタートしてるので、椿さんもね、送ってくれたのがあるんで、ちょっとこれ、チャットに、貼ります。結構長いんで、長くない？そう、結構長いの。じゃあ、いきます。勢いで結構いけるよね。聞こえるっすちゃ聞ごこい。えるね。そうそう、すごいんですよ。作ってくれたんですよ、これ。これね、映像を作るときにさ、元首相にお願いできると、あ、多そ分の安倍さん いい感じの映像に なそるんじゃのないです安倍さんか。コンビニ行くのかな。か。いや、行くでしょう。コンビニにゴミ捨てに行く。外のゴミを捨てに行くのはなかなかマナー違反な感じだけその安倍さん登場してくれたら間違いなく、とんでもなくバズるだろうね。いい感じになるよね というか、今、その映像で頭の中で再生されてた。あともう一つね、実はあるんまでだあすよ。るの？これも結ね、構来るね。そう、結構来るんですよ、最近やっと。ええー、すごい。やっと、嬉しいことに。これまた、でも、我々のあれなんだけどね、同級生のシンガお、ポール在住の小谷あ、出泰た。史君なんだけど、古代大使さん。常連になってる。かなりの実力者でね、じゃあ、まず、どう聞こえたかっていうのを、これね、違う箇所なんだけど、しじみ削って、洗剤混ぜてみよう。もう汚れがねえ。なんとなく意味も一応なん通かりそうで通しょ。じるね。ね。じゃあちょっとこれ文字見ながら聞いてみてください。
ということなんですよ。これかなり聞こえますよね。これすごいね。これすごいよね。ちょっともう一回行ってみていいですか。うん、ちょっと普通にね、行ってみましょうか。聞きたいんですよ。行きます。やばいな。いや、これ言ってるよね。もう相当汚れがないアピールしてくるね。意味も通っちゃってるね、ちゃんと。しじみがよくわかんないけど。うん、すごいね。あ、でもしじみすごいじゃん。ね、かなり才能あるよね。やばい。多分俺よりよっぽどね、空耳だと思うんだよね。やっぱシングリッシュ聞いてるからかな。ああ、そうなのかな。だいぶ耳がやられてるのかもしれない。でもしじみがね、ちょっと分かんないっちゃ分かんないんだけど、でもしじみってほら、なんか石灰だから、うん、それ削るとさ、こう石鹸の元になるみたいな。あ、そうなの？違ったかな。分かんない。確かに石灰は石灰だと思うけど。だよね。うん。まあすごい原始時代みたいな話になるけど、そうやって洗剤混ぜてみて、汚れを取ろうとしてる人の歌っていう。いや、でも、やっぱり聞こえますね。これは聞こえる。いいですね。なんか皆さんの反応もさ、これがやっぱり一番いいじゃん。ね、そうそう、洗剤混ぜてみようって言ってますね。すごい聞こえる。いやー、よかった。ついにね、こういうのが来ましたよ、ちゃんと。これとかもね、普通に送れるレベルだよね。だよね。あ、サンジェイさんも言っているって言ってくれてますね。あ、そうだ、サンジェイさんといえば、今日、これをちょっとね、見せたかったんですよ。おう。これ届いたんですよ。覚えてますか？何週間か前の。確か JB の時ね。あ、あの時でしたっけ、ね、そう、あの時にチョコ送りますって冗談で言ってくれたのかと思ったら本当に送ってくれて。ハワイ在住のサンジェさんから。ありがとうございます、本当に。で、本当はここで中身を紹介するべきだと思うんですけど、うん、実は結構食べちゃったんですよね。お、全部ではない。でも一つ二つまだ残ってるんで、全部ではない、まだちょっと残ってるんで、ちょっとありがたくいただきたいと思います。なんか飲んだり食べたりしてるばっかりで申し訳ないんですけど。せっかく送っていただいたんで、こういうやつですね。ああ、うん、ハワイのお土産って感じですよ。うん、うん、入ってますね。いいね。うん、美味しい。アメリカのチョコレートもなんか独特な感じあるしね。日本とまた違うよね、アメリカのチョコレートって。そうだね。アメリカってさ、なんか板チョコ高いよね。あ、そうだっけ。そう、なんか日本だとさ、安い板チョコってさ、また100円とかでガーナミルクとか売ってて、うん、なんか安いさ、町岡とか行ったらさ、89円とか78円とか安かったりするけど、なんか一番安くてもアメリカのやつでなんか3ドル、4ドルぐらい、ね。あ、するかも、コンビニとかでもね。そうそうそう。で、ちょっといいさ、うん、なんか、高級食材使ってますが、カカオ何パーセントみたいに書いてあるやつとかだと、うん、もう8ドルとか9ドルとか。あ、するね。10ドルとか12ドルとかね。え、チョコこんな高いのって。そうそう。なんか、フレーバーがやたら凝ってるやつあるよね。そう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 。そう、しかもなんか超ちっちゃかったりとかするんだよ。もうこんなサイズとかで売ってたりとか、うんうん。高級チョコレートか。そう。なんかね、お菓子がね、手軽じゃないんだよ、アメリカ。あ、そうかもしれない。日本ってでもそういうね、意味ではもうほんとコンビニ行けば何でも手に入るし。そうそうそう。何でも美味しいし。ねえ、駄菓子なんてね、いいよね、うん、10円単位であるじゃん。ああ、今もあるのかな、そんなに安いの。今あの、コンビニとかだと駄菓子売ってるけどね。へえ。まあ、スーパーにもあるけど。駄菓子屋っていうのはもうちょっとなくなってきちゃってるのかな、最近。ほとんど潰れてんじゃないかね。さすがに厳しいよね。うん。ほとんど、まあ、今日儲けなさそうだしね、あんなの、うん。そうだよね、単価がね。とりあえず、空耳はいいのが出ましたね、太一くんのおかげで。ちょっとこの調子でね、来週以降もなるべく頑張ってもらって。お、太一にプレッシャーがかかるけど。いろいろね、メッセージ送ってくれる人も出始めたんで、ポツポツ。ね、その中からいいのをこうやってちょっとずつ紹介していきますんで、ぜひぜひ来週以降も何か、ね、あ、太一くん、コメント来ましたね。頑張る。本人降臨ですよ。見ててくれたんだ。よかった。いや、ぜひよろしくお願いします。来週はね、ちょっとまだ決めてないんだけど、もしかしたらちょっと K-POP 意外なところで行ってみようかなってちょっと思ってます。あの、記憶の中で結構いい作品があった気がしてるだけで、うん、もしかしたら微妙だったりしたらちょっと変えちゃうかもしれないけど。お、 K-POP でだって空耳って多分タモリクラブの中でもあんまりなさそうだよね。
どうなんだろうね、わかんない、あんまり最近正直見てないからまあ難しいよね、見るのね我々にとっては、うん、まあそんな感じでちょっと来週はやってみようかなと、またちょっと早い段階で投稿しますんで、ぜひぜひ来週もよろしくお願いします。Qui m'a dit, voler, voler.